超人気のカンコレを初見で実況プレイ。私、提督の和彦太郎と申します。今回もよろしくお願いいたします。それではカンコレ、始めていきましょう。それでは皆さん、暁の水平線に勝利を刻みましょう。今日の私は熱血ですよ。なんでかというと、あ、そっか、これゲージ見れないんだ。ゲージは見えないんですけど、ここの最深部ですね。アイアンボドムサウンドファイナルステージ。サーモン海域最深部。ここのゲージを削り終わりました。まあ、そのあたりは、前回あたりの動画を見ていただければ、どんな感じで削っているかっていう状態がわかると思います。はい。そして、削り切って、この艦隊で挑みます。金剛さん、木島さん、あたごさん、高尾さん、大井さん、北神様。北神様ね。このメンツで挑みますね。装備はこちら。はい、今日もいい天気ね。ごめん。女神は積みません。ダメコン積みません、あえて。私が力になってあげるわ。このメンツはですね、イオンを突破した時のメンツです。何でもおっしゃってくださいね。はい。並び順も確かこんな感じだったかな。従順がもしかしたら下になってる可能性もありますけど。何かの演習です。駆逐艦？はい。ああ、うざい。好評敵を持たせるのは、昼間の戦いから始まるっていうのが、最初やった時に分かったんで、じゃあ好評敵有効なんじゃないかっていうところでつけてます。で、実際はなんですね、実際は、まあ、なんだろうな、すごい有効ってわけではないんですけど、まあ、多少削ってくれるんで、支援艦隊が打ち漏らした分を倒してくれればいいかな程度で積んでおります。まあメインは連撃ですね。非常に強いです。はい。ハイパーズの連撃は本当に強い。そして何度か試して、混合型3隻とか、まあ4隻とか試してみたんですけども、やはりですね、野戦は、戦艦が少ない方がいいっていう結論に達しまして、2艦で行きます。で、2巻で行くと、どうも、上の方に行くので、戦う、なんだろうな、戦いも少なくて済むというところですね。はい。そして、支援艦隊として出すはこっち。ごめんなさい、艦隊名は変わってないんですけども、支援艦隊で、この最強支援艦隊で決めます。最高戦力です。はい。さざ波艦隊のね。いきますよ。ユーダスさんはですね、火力が、何回か試して、やったときに、支援艦隊は、火力を乗せた方が、攻撃力上がる、っぽいので、火力重視にしておりますね。なので、ユーダスさんとかも、まあ、火力重視ってことじゃないんですけど、ただユーダスさんは火力が一番駆逐艦の中で高いんで、連れて行ってます。はい。ご主人様、さなみさんも駆逐艦の中で一番レベルが高いので連れてってます。何？で、ムツさん、ヤマト、ホテルなんて別府？赤木さん、知らない、流星回答、水星1、2型交換済みです。私の顔に、はい、何か詰める限りの能力、詰める限りの艦載を全て使って、相手ボスを落としに行きます。はい、今日よし、行くぞ。あ、そうそう、遠征に出さないとね。さあ、遠征に出しますよ。この重いコスト。帝国にプレゼンツね。まあ、ぶっちゃけですね、ボスルートから逸れたら、まあ、一箇所、触ってもいいけどさ、まあ、時間と場所をわきまえないよ。一箇所逸れる部分があるんですよ。で、そこで逸れたら、まあ、五輪中ってわけじゃないですけど、帝国のハートを掴むわ。残念賞ですね。ここです。上の方見ていただけると、渦潮の上が逸れるんですよね。まあ、袖たら運が悪いっていうところで。おー、ちょっと回復してる。ちょっとキラキラ付けにやっぱり時間かかってしまいましたからね。なわけないでしょ。1時間ぐらいずっとキラキラ付けてました。キラキラ付けにこうやって時間が取られると、まあ、いろいろね、問題が発生してしまうっていうところもあるので、まあ、できる限りキラキラ付けにね、時間は取られたくないんですけど、しょうがないですね。はい。さあ、なんとかダメージ受けずに行きたいから駆逐狙って、ナイス。さあ、エディと狙おう。エディと駆逐、オッケーオッケー、いい感じですね。まあ、そこは、そう。
あれ、ここ姫出てくるのか。姫だっけ、今まで姫だった。私姫、そっか。悪い気持ちじゃないわね。また頑張ります。さあ次へ。いや本当に熱血ですわ。ちょっと回復してるのが気になるな。本当に回復量早いですね。これ1時間ごとに回復してないか。足とメモリー、なんかメモリー本当回復してるんだけど、もうちょっと少なかったような気がするんですけどね。削っていったと思った時は。さあここなんとか抜けたいな。最低でも中波で抜けたいから、従順を落とさないと。なわけないでしょ。私は食らいついたら従順はいない。戦艦だな。カットにしてくる。戦艦を抜こう。次のターンで戦艦抜ければ御の字。飯島さん抜いてくれ。だっよっしゃ。あとは駆逐、駆逐です。駆逐を抜いてください。刑事は大丈夫。駆逐だ。駆逐を抜こう。刑事はカットにない。駆逐、駆逐頼む。よし、ついてる。これで下行ってくれれば完璧。お願いします。ってどこに祈ってんだ。これは祈るもんじゃない。艦隊みんなの力で勝ちに行くしかない。あら、私あれだけの支援を用意したんだ。悪い気持ちじゃないわね。ボスに入れば一撃、まあ倒せはしないんですけど。足柄よ。足柄さんね、が得意なの。力を分けてくれ。よろしくね。ナス戦隊の力を分けてくれ。緊張するこの一瞬。お願いします。ボスに行けば勝てるはずだ。ボスを落とせるはずだ。うわあ！マジで？ここでボス行かないか。ボスルート引かないか俺。撃ちます。マジか。やべえ。弾の消費云々じゃなくて回復量がやばい。ボスの回復量が、まあ、もちろん弾の消費もやばいんですけど、ここでボス行かないか。私砲台激戦って聞く。あの勢いでいったらなんかもうボスでスカッと終わりたかったけど、やっぱり皆さんそう簡単にはいきませんね。攻撃戦開始するわ。やばい、なんかこう弾幕でメシウマメシウマって流れてるよ。やっぱりラスト1回は本当に難しいんですよね。ボスを落としきる必要があるんで、そこが本当に難しい。はい、まあ私はやっぱ基本雷撃よね。本当に難しいんです。敵艦多数発見。ラスト落としきる。攻撃開始ね。そして戦姫、ああ、もう嫌な思い出が、嫌な思い出が最後に蘇ってくる。これが最深部ですね。これがイベントの最深部。本当にこの重い感覚。せっかくこうなんだろうな、中波大波なしでいけたのにこう目にそれるっていうね。これもイベントの醍醐味なんですね。右舷敵艦を叩いて。本当に厳しい戦いからは。砲台激戦って聞くと何気にわびさびよね。砲台激戦よい。何度やっても慣れないこの感覚。次はボス行ってくれよ。私悪い気持ちじゃないわね。また頑張ります。緊張感が半端じゃないですね皆さん。あんたが司令官ね。ま、せいぜい頑張りなさい。ありがとうございます。頑張ります。戦艦ジャーズが上がったよ。サプライは大切ね。さあそしてこの消費と、この消費500。ありがたくいただきます。緊張する。まだキラキラ大丈夫。こっちはキラキラは、キラキラ大丈夫。奇跡が起きてる。ふう、戦い切ったからかな。撤退しないで。キラキラがまだ生きてる。タンクが大きいと肩も凝るのよね。もうワンチャンス俺にくれ。やっぱ難しいよねこの船。みんなの力を俺にくれ。木島さんと、木島さんか、木島さん直して。ふう、緊張する。だから冷静に冷静にいけば勝てるはずだ。です。ボスを倒しきる必要がありますが、この最強支援艦隊ならば提督にプレゼンツね。ボスに行って撃てれば勝てるはずだ。
羅針盤を引け、引けば勝てる。KO で。なんか松岡修造さんみたいになってたね今。よし行こう。緊張感が半端じゃないっす。これはすごい緊張感だなやっぱり。ああ。ふう。いやとは言ってもここはリラックスしよう。ここで、あえて外れたり。中波大破して、まあ、中波だったら行くんですけど、大破して、負けっていうか、うん、行けなくなったとしても、まだ資源はある。言うか、はい、今日もいいチャンスはあるんですからね。これが最後のチャンスと思わないことですね。はい、支援は出した。よし、行こう。私たちの出番ね、フォローミー。皆さん、行きましょう。ついてきてくださいね。せっかく中波大破しなかったんだ。行けるはずだ。俺ならやれる、俺だったらやれるっていう気持ちを持っていきます。これでフィニッシュなわけないでしょ。私は食らいついたら全可能ないわ。ファイヤー、距離、速度、よし、全問正勝、食らいなさい。駆逐、何よりも駆逐だ。うわ、もらっちゃった、マジか。魚雷発射弾がここでもらうか、大井さんに。バカめと言って差し上げますわ。そしてもらうか。カットイン。火になんか運がなくなってきた。よーし、大破戻りますよ皆さん。私の戦況分析。いや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 、こっからきつくなってくるんだね。やっぱりラスト1回っていうのは皆さん E4 でもきつかったんですよ。地獄だったんです正直。うん、ラスト1回は E4 でも。あら、しかし悪い気持ちじゃないよね。最深部、また頑張ります。E5の最深部、ここですね、肝心なのは。展開じゃん。ここ耐えるかどうかで全て決まる。サプライは大切ね。女神積んでても積んでなくてもダメな時ってのはダメなんですよね。はい、いい時はいいんですけど、ダメな時はダメ。ベストタイミングのドック入りです。さすがね。そしてキラキラがなくなってる。一応ですね、キラキラつけないで、まあ多少のキラキラで5枚いきますけど、あまりにも被弾率高かったらまたやり直します。はい、で動画を分けてまたキラキラ状態にして出撃します。はい、ありがたくいただきます。わお、ちょうどが提督にプレゼンツね。よし、待てよ。ここは、使いましょう、マミヤさんを。マミヤさんを入れていきます。行こう。ちょっと疲労してたんで、マミヤさん入れました。OK。これで疲労度が取れたはず。そして、アタコさんが何気にこう、キラキラになってる。よし、マミヤさんを入れての、再出撃。頼むよ、みんな。みんなだったら勝てるはず。ハートを掴むのは、私でーす。行こう。やっぱり、フラッグシップの従順なり駆逐なりにカットイン攻撃を打たせた段階でもダメだと思った方がいいです。打たせる前にやるしかない。はい、これは間違いない。よし、いよいよ打たせるな、打たせるなよ。カットインを打たせるな。一番下狙ってくれ。まあまあ、あり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 。次の敵の攻撃は来ないんで、あり。おー、いい流れ、いい流れ、いい流れだよ。非常にいい流れ。オッケーオッケー、いい流れ。差し上げますわ。よし、それで大井さんが、うーん、耐えた。よし、まずは道中一歩目突破。まあ、強っ。そう。このハイパーズの一撃に期待していきます。あら、私実はですね、あのヤマトとか、赤城さんの構成で支援艦隊は一回も出したことないんですよ。だから3つ、威力は。よろしくです。はい。威力3つです。わかんない。どうなるか。平準とかの、支援艦隊でちょっと削ってたんで、まあ、ちょっと回復してきてんな、やっぱり。ここだな、ここが肝。ここを突破できれば、あとは運だ。
羅針盤の運を味方につければいい。まずはここ、これでフィニッシュなわけないでしょ。いやー、やっぱりこう皆さんも一曲で味わってるでしょうかね、この緊張感来ちゃったな。カットイン、今日はまたいける、ギリギリでね。私の戦況分析か、うん、写真もあと1でも無かったら、おそらくもう無理だ。全問正常食らいなさい。ああ、そっちに行くか。マコネ、半端じゃない緊張感が。と言って差し上げますわ。いやでも桐島さんよく耐えたよね。まあダメかと思いましたね、正直。桐島さんでうわ持ってかれた、もうダメだと思いましたからね。あとは運か。私悪い気持ちじゃないわね。また頑張ります。なんだこのドキドキは、本当にすごいドキドキしてる。軽症用か、みんな持ち方で陣痛さん頼む。陣痛さんの陣痛力を貸してくれ、はあ、ダメだこれ、寒いパターンだ、寒いパターンやこれ。まあ、言わない方がよかった。やばいこれ、今の言ったから上行くとかないよな。よーし、ボスいった。陣痛力、働いたと思わないけど、まあ、よかった。運ですね。さあ、支援艦隊があとは来てくれれば、いける。ボトムさん、お前を落とす。沈みなさい。絶対だ。これで決めてやる。落とせば勝ちだ。やば、落とせるかどうかって半端じゃないドキドキなんだ。これは。相手は姫。さあ、ここも肝心ですよ。ここの一撃でもらうときつい。ふぅ、大井さんに入ったか。だけど、中破しなかった。そして、来た。敵艦捕捉。ヤマト、どうだ。投げ払ったよ、結構。結構投げ払ったよ、これ。内島には当たんなかったけど、姫投げ払ったよ。通った。奇跡的、今のは。そして、ミス。なんて奇跡的なんだ。あー通っちゃった。いや大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。なんとか大破じゃなければ大丈夫なんだ。大破だったらやばい。浮島をやろう。よし、まあ私はやっぱ攻撃のが半端じゃないんですけど。よっしゃー、いやー大破しちゃったか。いやだからまだ撃てるぞ、大破でも撃てるのが強み。やばい、酸欠になってきた。大声出すぎてすごいことになってる。よーしよ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 し、姫が残ってるぞ。姫が残ってる。あーくそー、いけ、お願いしますよ。いや大丈夫だ、ハイパーズが残ってる。お天気はハイパーズがいる。みんなの力を貸してくれ。そっち打っても大丈夫、まだ大丈夫。ぐっ、バカな、カットイン初めて使われた。あるのかこいつにカットインなんて。しかし大丈夫、中波で残った。え、なんカットイン初めてだよ、使ってくんのカットインなんて。いけ、高尾さん決めてくれ。ガー、勝てー、硬い、当たれー、よっしゃー、よーっしゃー、勝ったぞ、勝った。あー喉が枯れるけど関係ない、勝利スタック。私、大井さん MVP 勝った、吹き飛ばした。悪い気持ちじゃないわね、また頑張ります。あーやべ、酸欠になってる今、頭がグラグラする。あーそして感動できる、泣きそうだ、泣きそうだよ。だってもうイオンとか突破できると思わなかったもん。うわー、戦艦長とな、んてことだな、ニコレ、敵戦艦で殴り合いながら投げておけ。やべ、意外って。最後の一回でこれが出る？ヤマトが支援だし。そして、カイニの、コンゴさん帰還。そしてまさかの長戸ドロップ。ないよ、こんなこと。初めてだよ、ドロップで長戸さん出したの。マジかよ。さあ来い武蔵。ふっ、随分待たせたようだな。大和型戦艦2番艦武蔵マイル。うおー来たー。
いやー、中戸さんを出したのも、ドロップで初めてですけど、武蔵さん来た！なんてかっこいい声！あのね、正直ですね、武蔵と声違くてよかったっす。はい。まあ、よかったって言ったら、声違いますよね。同じだったらちょっとほんと、ちょっと引いちゃうほどなんですけど、これタクタスさんじゃないっすよね。全然声が低かったんで、いやー低い声、武蔵さん合ってるよ、そのグラフィック合ってるよ。なんかコメントでチラッと、こう、武蔵メガネかけてるよって言われてて、お、そうなんだと思って。武蔵のでもメガネはあんま目立たないですよ、皆さん。うん。メガネっ子好きの私といえども、やっぱ霧島さんのメガネには勝てないですし、ただ、こう、格好が、武蔵っぽかった。そして今回5回行き。おめでとうございます。我が艦隊は、敵深海青函白地。その最深部の敵戦力撃滅に成功しました。引き続き、本海域最深部での戦闘により、特別イベント、先行レアカンムスのゲット挑戦が可能ですと。いや、最深部じゃなくても一応、ね、レアカンムスは狙えるんだよ。っていうところっすね。先行ジャオズが上がったよ。疲れた。作戦終了した艦隊が帰投しました。勝てたか。じゃあ、私はこれで。正直なんですが、E4 の方が3倍難しかったっす。3倍です。サバイは大切ね。はい。ありがたくいただきます。ぶっちゃけ難しかった。あの海域には勝てない。あそこは、もうなんだろう。言い表せないほど難しい海域。ありがとうございます。ありえないですよ、あの海域は。E4 を、ちょっと誰が作ったのかわかんないですけど、すごい。本当に。クリアした時の達成感も凄まじいんですけど、やってる時の焦燥感。かすみ出るわ。これは半端じゃなかったですね。あの焦燥感はですね、言い表せないですよ。うん、何者にも変え難い。ぶっちゃけ、尽きるかと思いました。私は。資源が。資源尽きても、クリアできないと思ってました。船はどこかしら。正直。あの難易度。待ってました！はい。地獄でした。あの名前、アイアンボトムサウンドって名付けられてるのが、うなずける難易度。水潮、出るわ。だから、もうサーモン諸島最深部よりも難しかったっていう難易度ですね。今回の最深部については、私突破しましたけど、これぐらいでいいと思います。なんでかっていうと、みんなもう E4 でやられちゃってて、多分これ以上の難易度来ても、E4 以上の難易度って意味ですよ。E4 以上の難易度来ても、多分もうみんな、多分持ってかれてるから、どうなんでしょうね。多分持ってかれてると思いますね。皆さんコメントをちゃんと読んでて、E4 がむずい、E4 がむずいって皆さん言ってたんで、口を揃えて。だからおそらく、E5 クリアした人も E4 がむずいって言ってたと思うんですよね。提督にプレゼンツね。で、実際クリアした私も、E4 の方が難しいと思いました。はい。強かったなぁ。あんなことあるんだもんなぁと思って。本当に。わお！提督にプレゼンツね。疲れたけど、最高でしたよ。はい。ちょっと本当にごめんなさい、うるさくしちゃって。ただ、もう僕自身、すごい興奮してましたね。実況どころじゃなかったもん。まあ、実況っていうかもう興奮して喋り続けてたっていうだけなんですけど。いや、ちょっとありえないよな、中戸さんも出るなんて。あれだけやって出なかったのに中戸さんが出るってどういうことよ。はあ、やっぱ46センチ持ってきてくれるんだ。しかも単内3連装服を持ってきてくれる。嬉しいわ、これ。この戦、武蔵に任せてもらおうか。なんて武士なんだ。やっぱ待って、これ、運命的なものを感じるんですけど、だって、何が運命って、侍の長戸さんに、何この、なんて言ったらいいんだ。最後の武士って呼んでいいんだ。戦艦長戸、出撃する！半端じゃないっすよ、武蔵さんの武士衆が。侍のさ、中の侍。どこを見ている？いや、侍。私はここだぞ。侍っていうよりも、長戸さんは侍なんですよ。武蔵は、将軍。って感じ。
うわー、すげーわ、この能力。ちょっとヤマトじゃ、そうね、ヤマトの初期能力と比べたいぐらい。しかし、運は10なんですね。あー、強い。強い。嬉しい。あー、嬉しい。あー、嬉しい。しかし、この見た目がこう、ヤマトに、の服装にちょっと似てるのがね、またね、オツですね。あー、ほんと頭グラグラ、それで興奮しすぎました。うわー、なにこのでっけー。うわー、取れた、ほんとに嬉しい。なんだこの嬉しさ。ヤマトの時も嬉しかった、すごい嬉しかったんですけど、他の会社のゲームで申し訳ないんですけど、いや、もう泣けてくる。デモンズソウルとかダークソウルってゲームがあって、そのゲームも本当に難しくて、で、難しい中をクリアした達成感で本当に半端じゃないんですよ、皆さん。確かにやってるときは、ね、こう、イライラすることもあるし、まあ、今回私は、ちょっとね、グロッキーになった部分もありました。E5 は大丈夫だったんですけど、E4 でも本当にグロッキーだったんで、十何時間やったのかな。ちょっと動画内で言ってると思うんで、そちらを参考にしていただきたいんですけど。5時ぐらいから不眠不休。いや、不休じゃないな。お風呂は入ったかな。お風呂入って息抜きして、で、ご飯も食べたんですけど、まあ、それ以外も張り付きっぱなしだったんですよね。まあ、ご飯も喉を全然通らなかったですね。回復されるから気が気じゃなくて。で、やってて、で、まあ、その、難しいゲームをクリアした時の達成感っていうのは本当にすごい。ファミコン時代を思い出しますね。やってると。よろしくな。古き良き時代ですね。どこを見ている?私はここだぞ。ああ、びっくりした。あまりにもこう、強調した胸を見てたんで。まあ、後でちょっと、図鑑で語らせてください。やっぱ全身像を見て語らないと、ソムリエじゃない。まあ皆さんかなんか、なんか知らないんですけど、タグで、まあ変態提督とか、中波ソムリエとかついてて、まあまあ、そのあたりはね、好きに呼んでいただいて全然構わないんですけど、もうここは語るならば、徹底的に語る。どこを見ている?だから、武蔵さん、私はここだぞ。探してくれ!よろしくな。おいで、遊んでほしいのかい?姉子だ。なんて姉子。姉子って呼ばしてください。キソさんとか、マヤさんとか、天竜さんにも、姉子って言葉は使ったことがなかったっすけど、初めて使わせてもらう。姉子と。武蔵の姉子だ、これ。武蔵の姉子、すいません。ちょっと、いいっすかね。ちょっと図鑑表示してもいいっすかね。手が震えてんもんな。なんだこのむしゃぶりってわけじゃないけど、あ、でもあれだよな、あそこで、まあ、運命はわかんないですけど、あそこで、ガンガンこう、現像試しまくって、長とって当てるのと、ここで長と持ってない状態で来て、ここの海域来て、で、長とがボーンって出て、うわーってなるの。どっちも良かったな。まあ、運命なんですけど、っていうか、今までですよ、皆さん。ホロカードを、全然引いてなかったんですよ。はい。で、もう、ま、今までっていうか、言い方違いますね。E5 海域で、確か、ヒューガさん、なんだ、金廃棄以上だと、ヒューガさんと、あと、金廃棄じゃないですけど、キヌさん一回出ましたね。それぐらいじゃなかったっけな、ボスの、マスでも、そんぐらいかな?うん。覚えてる範囲では。それが、いきなり、で、あれですからね。びっくりした。本当にびっくりしたわ。びっくりついでに皆さん見ていきますよ、せっかくだね。潜水艦作戦の、第二次剣毒艦として、彼の地に向かったのよ。そして、よし、今回の動画はちょっと長くなるぞ。語りが長くなるかな。
5回行われたんだけど、ニーソックスがビリビリですね。ハッちゃん無事往復できたのは、そしてハッちゃんは注目してください、メガネが取れてますね。そうね、中波でメガネが取れる、嫌いなんて初めてじゃないですか、このパターン。はい、いやなんか本当ちょっと興奮しすぎてやばい、過呼吸になりかけてる。さあそして見ていきますよ、次のしろさんの中杯はこっちだ、ドン。痛い、今本当にドンって自分で椅子で打ちつけた。のしろ独自の飛行機運搬機場がチャームポイントなんです。でも、まあ、モーションは変わってますね、うん、モーションは変わっていて、そしてスカートビリビリのっていうかビリビリになりすぎて超ミニスカートになってる。いやこれはマイクロスカートと呼んでいいんですよね皆さん。そしてあとこの S さんは何気に、金剛さんでも思ったんですが、被弾すると片目を閉じる癖があるね、これ書くときにっていう感じなのをお見せしますよ。なんでかって言いますと、はい金剛さん見てくださいね、金剛さんのチューハイはこちら、はい、建造技術導入を片目閉じてる。英国ビッグアース社で建造された。そして、コメントでもあったんですけど、コメント見ると金剛さんのチューハイが微妙だと。はい、期待してね。まあ、好き嫌い分かるかもしれないですね。うん。まあ、私はね、この回2になった金剛さんは、この絵で、この、まあ、チューハイだなって、理解はしましたね。はい。まあ、この太もものね、露出感も結構いいですし、うん。ただ、こう、絵柄が結構変わるなっていう印象はありますね。まあ、その分、まあ、多分、僕の予想だと、ゲーム作ってから結構、ゲームじゃないな、多分絵を描いてから結構経ってると思うんですよ、日数。やっぱり観光が出たのが、まあ、今年4月っていうことなんで、開発期間とか入れても、少なくとも、まあ、半年以上は絶対経過してる。もっと経過してるかな。下手すると1年以上経過してる可能性があるんですよね。なんでかっていうと、やっぱ絵柄とかを先に発注さしちゃうんですよね、作る人って大体は。おそらく。で、絵柄を、まあ、絵柄最初発注しといて、で、仮の絵柄をなんかざーっとこう、金剛みたいな、あの、カタカナ文字とかで、まあ、カタカナじゃなくても漢字とかで、白いに金剛とか書いて、まあ、デバッグモードみたいな感じで作っていくと思うんですけど、そこからまあ、肉付けしていって、絵はだいたい先行発注っていう形が多いですよね。うん、だいたいやっぱ、あの、ゲームのディレクターとかの仕事って、ゲームバランス取る人とかもそうなんですけど、あの、プロッターっていうか組み込む仕事をしてる人って、素材が全部できた段階で、まあ料理を作るってわけじゃないんですけど、料理も素材を全部切ってから炒めるなり、まあ作ると思うんですが、ある程度は。まあもちろん、素材をね、用意している最中に、まあ炒める人とか、まあ作る人もいるんですけど、大体、まあ、一番いい作り方って言われてるのが、こう全部な素材ができた段階でぐちゃっと組み合わせるっていうところ。まあもちろんプロトタイプは作っときますけどね。で、ある程度どうするかって決めといて、で、最終的な肉付けをポンポンしていくというところなんですよね。だからまあ絵が最近出来上がってもおかしくないっていうところで、ごめんなさいね。ちょっとごめんなさい。すぐ皆さん終わるんで、ちょっと待ってくださいね。金剛さんのチューハイを皆さん比べようと思います。一旦。どんぐらい違うのか。建造技術導入をかけて、まあ、絵柄はやっぱ全然違う。色使いはもう違うかな。紙の色使いも全然違うし。太平洋戦役では持ち前の高速力を生かして大活躍です。まあどっちかというとチューハイはなんかこっちの方がなんか色っぽくていいですね。口がパカーってなんかこうあーみたいな開いてるのもいいし、眉毛の部分がこうなんだろうな、平行になっててちょっとこう苦しそうな眉毛になってるのもいいっていうところで、はい、サクッといくんでごめんなさい、お待たせしました。早速武蔵見ていきますよ。あーどうなるんだっていうか、この背景ってヤマトと同じだっけ、なんか、なんか違うような気もするけど。まあまあ、そうか。桜舞うんだな、一応、武蔵も。ヤマト型戦艦2番艦、武蔵だ。長崎生まれだ。よろしく頼むぞ。姉妹艦のヤマトやシナノと同じく、極秘裏に建造されたのさ。ああ、この手法を存分に打ち合いたかったな。今度は頼めるか。ありがたい。おーすげー、これが武蔵か。俺でも取れるか。でも取れなイオンは、でもイオン、イオンでちょっと挫折しそうになったこともありましたけど、本当に皆さんに励ましてもらったんですよ、僕。本当に
皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。コメントたくさんのコメントいただいて、そしてコメントだけじゃなくて見ていただいている方、本当にありがとうございます。本当に力になったんですよ。でそれでイオンを突破したようなもん、突き破ったようなもん。そしてシナノっていうのが出てきましたね。まさか武蔵って三姉妹なんですか。いや本当あのシナノチラッとは聞いたことあったんですけど、戦艦なんですか。武蔵じゃないシナノも名前ぐらいしか知らないんですけど、詳しい状態は知らない。三姉妹だとしたらすごいですよね。だってヤマト武蔵シナノが並ぶってすごいな。これ長崎生まれ、あれ長崎生まれのいたっけ。熊野さんとかも長崎だっけ。そして手法をガンガン打ち合う前に、まあおそらくなんですが、ここチンしてしまった可能性もある。しかし極秘裏に建造されたって、こうなんかこういうのいいですよね。いやもう僕ガンダムとか大好きなんで、ああいうロボットもとかかなり好きなんで、この極秘裏にっていうフレーズだけでもういい。もう秘密兵器って感じがする。ああさざみ艦隊の秘密兵器になってくるか。もうあの私武蔵じゃないヤマトをずっと武蔵って間違えるほど武蔵も欲しかった。ああしかしあのあれですね、あのヤマトと違ってなんか性格が全く違うし、ヤマトはヤマトなでしこって感じだったけど、このあのなんていうんですか、胸をブロックしてる部分が包帯なんで、これもまたすごいですね。そして91式テコダンを挟んでるっていうね、はあ、すごいな。こうなんだろうな、メガネの部分も皆さんでもメガネっ子って思われるかもしれないですけど、なんだろう、あの鳥海さんとか、なんだろう、そういう長月さんじゃねえ、誰でしたっけ、望月さんかみたいに、こう目立たないメガネなんでいいじゃないですか。かなりそこまでこう違和感ないですよね、見た目には。メガネっていう感じしないですよね。やっぱりほら霧島さんとかだとどうしてもこうメガネメガネしてるじゃないですか。もうどう見てもメガネが目に入る。しかし武蔵はそこまでメガネが目に入んない。まあ僕はメガネっ子好きなんでいいんですけど、そのメガネがちょっと苦手だなって人もそこまでメガネが目に入んない。うん、まあ望月さんごめんなさい、結構目に入りますね。しかし、まあここで補うようで申し訳ないんですが、鳥海さんはね、僕はかなりやるまでメガネかけて気づきませんでしたから、全然わかんない、やっぱり全然気がつかなかったから。よきよき見たらメガネかけてるなってぐらいなんで、はい。いやーもう汗だくっす僕、部屋の中でこんなもう冬11月過ぎて言ってるのに汗だくっす。通信を報告する。心して聞け。かっこいい。かっこよすぎる。かっこいいな。ちょっと回想もしてみたくなっちゃった。声聞きたくなっちゃった。ごめんなさい皆さん、僕聞いてもいいですか。あ、忘れてた、そうだ、瑞宝さんも出たんだ、そういえば。いやしかし皆さん、最後の最後に長門さん引くと思わなかったっすよ。本当にマジで思わなかったっすよ。本当に運命って言葉で表せないほどびっくりしたわ。本当に驚きましたよ。あんなことってあるんだ。まあいっか、よしじゃあ行きますよ。あーやっぱ観測費、これで観測費が2機になったな。46を出したい。46を欲しいな。まあでもやっぱ武蔵さんも46を、あ待てよ、改造すれば出てくるだろう多分。あ60レベルかな、山田さんみたいに。ちょっとそうすると時間かかるかな。うーんまあしょうがないですね。
よし、ちょっと軽くやっていきますか。改造レベル分かんなくても、まあちょっとやっぱり、あの、ヤマスさんの時は、もう速攻で改造しましたからね。もう関係ないっつって。ガーって。やってやるっつって。一気に改造しちゃいましたからね。改造レベルなんか関係ねえってなったんで。ですよね。うん。いや、とりあえず、これで声聞こう。声を聞かせてくれ。うん。悪くないな。うん、なるほどね。まあ実はこうやって改装しなくても装備の付け替えで声って聞けちゃったり、ちょっと一旦副砲持たしとか当たんないとあれだし、救出式鉄鋼弾を積みます。うちのヤマト最初観測器使ってましたからね。うん、で後で変えましたけど、さすがにこれはなーって思って。うん、悪くないな。ほう、電炭どうしようかな。まあ一旦は、まあ14号32号なのかな。ヤマトと組ませるとしたらヤマト32号積んでんから14号かな。まあないですけどね、14号。ちょっと一旦試しに、あ、まだ、うわ、ちょっと鉄鋼弾余りすぎだな、これ。そうか。さらに強くなるのだな。うん、これで全部聞けた感じ。なんか、このムサさんのミニスカートすごいな。これで、いやー、すごい。まあまあ、まあ、中さんもミニスカートなんだけど。この S さんは、こう、何気にスカートに一本線が入ってんのがいいっすね、なんか。うん。いや、このガッツポーズ長ともいいんですけどね。武蔵さんのこう手をこう胸の下で組んでて、いや、このポーズも最高だわ。どこを見てる？すさまじい迫力。私はここだぞ。ありえん迫力だな。いや、なんか皆さん本当に長くなってしまって申し訳ありませんでした。そしてここまで動画をお付き合いしていただきどうもありがとうございました。一応ですね、まだ出ていないカンムスさん、アガノさんがいますんで、私はちょっとアガノさんを探しに行きたいと思います。はい。これからは。はい。なんとか頑張ってアガノさんを出したいと思います。どこで出るのかっていうのがよくわかんないんですけど、まあ皆さんのコメントをちらっと見てると、E さんのサンタクロース諸島会議で出るよと言ってたんですが、まあちょっとそこを、ちょっと回ってみてもいいかなと思ってますね。うん。あとは E 号のところをもうちょっと潜ってみてもいいかなとも思いますね。はい。E 号はやっぱアイアンボトムサウンドの E4 と違って、割とボスに行きやすいと思うんですよ。僕は個人的に。野戦とはいえ。まあもちろん中破大破してしまう可能性もあるんですけど、まあそしたらね、もう攻略じゃないんで、ゲージもないんで、さーっと戻っちゃえばいいんで、そんなもんもう全然気兼ねなく行けるっていうことなんで、いいと思うんで。はい。というわけで皆様ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回もぜひ見ていただけたら嬉しいですね。こっから先は、次回はそうですね、武蔵の、初陣なのかな。まあ、とりあえず演習で武蔵ちょっと鍛えるかもしれないですけど、とりあえず、回帰に出して一回皆さんにお見せしたいと思います。武蔵の戦うところをね。はい。では皆様ご視聴いただきどうもありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、失礼いたします。よろしくな。